政府は宇宙空間の軍事利用が活発になってきている状況を踏まえ航空自衛隊を航空宇宙自衛隊に変更する方向で検討を始めました航空自衛隊は4月以降宇宙作戦隊を創設して不審な衛星の監視などを始めることにしていますその上で宇宙空間の重要性を明確にするため航空自衛隊の名称を 航空宇宙自衛隊に変更する方針です名称が変更されるのは1954年の自衛隊創設以来初めてです安倍総理大臣は去年自衛隊の幹部に対し航空宇宙自衛隊への進化も夢物語ではないと訓示していました